今回はおまけという名の補足動画3つ目。ボレンフェルのラスボス戦です。デイリーできたのでついでに録画しました。以前、青から攻撃する動画を作りましたが、たまたま一緒になった人に緑、黄色、から狙うやり方を教えてもらったのでやってみた。よく見るとすごい出っ歯やな。あれで攻撃するのだろうか。まずタンクは緑を取って奥に向かう。青は放置、赤はターゲットされた人が受け持ち逃げます。緑と赤を連れて奥側でぐるぐる回り、緑の方を攻撃するだけ。赤はランダムなので担当はその都度変わる。青はプレイヤーが近い時だけ雷範囲を落としてきます。奥まで届かないので離れていれば安全。あとは緑のタウントを切らさないようにしてガードして逃げ、赤の動きも見てれば OK。攻撃しやすいようにたまにゆっくり動いてますが。まあ、こっちの方が楽かな。ここは同盟戦争の巻物がある神殿の中。浄土門が開いてたのでやってきた。ここに入り込む途中、赤の MD に追われたんですが、全力で逃げてたら、スカイシャードでも取りに来たのか、と疲れ。いや、遊びに、動画を撮りに、来ただけ、気にしないでくれ、と返すと。爆、楽しんで、と返ってきたね。今触れたっけ？以前一人で持っていけないか試した時に、ものすごいダメージを受けたことがあったのでわざわざ取りに来たわけですが。いやすごいな。今のところ、最強のダメージは清掃の書の障壁ですね。それではこの辺で。倒れてた人がいるので真似したら、祈りを捧げられた。こういう祈りはどこも変わらないね。